はい、こんにちは、写真家広田泉です。今日はですね、10月ですね、もうね、早いですね、もう年末の空気がそろそろ流れてくるんでしょうね。そんな中ですね、ちょっといいお知らせがあります。まあ体調はね、まあ変わらないんですけどね。でもね、苦しいこともなく頑張ってますんで、これからどんどん良くなっていくんじゃないかと思います。そんな中ですね、すごいいい話、来ました。フランスのパリで個展をやらせていただくことになりました。いやー、これ嬉しいです。前からお話いただいてたんですけど、こんなご時世なんでね、できるかどうかわからないじゃないですか。であんまり期待しすぎてるとね、もうダメになった時はーってなっちゃったりすると思うんで、あんまりこう期待はせず、でもこう準備ね、イメージしっかりと持って、来たんですけど、結婚が決まりまして、もう本当ね、嬉しいです。すっごく嬉しいです。はい。場所はですね、パリの本当にど真ん中ですね。すごくいいところ、映画でよくね、出てくるようなね、あんな感じのところです。セーヌ川があって、街角の、カフェですよ。カフェの中 の、 ギャラリーなんですけど、もうそういうギャラリーがいっぱいあるらしいんですよね。まだ僕行ったことないんで、そこら辺は分かんないんですけど、その中の一つ、エスパスジャポンというね、ところでちょっと今回やらせていただくことになりました。もう時期もすごくいいんですよね。その後もうクリスマスに入っちゃうんで、もう本当に最後の最後、一番いい時期にね、当てていただいて本当、光栄ですね。本当その中でね、しっかりとやれればいいなと思っています。でね、今回はすごいの持ち込みますんで、自分でも楽しみですね。今回いろんな狙いあるんですけど、国内にいると鉄道写真って結構ニュースに合わせたり、いろんな良くも悪くもね、そこら辺にいっぱい溢れているものだし、ジャンルとしても確立している、そんな写真の位置づけなんですけど、日本ではメジャーです。あとはね、台湾ですね。台湾もいろいろ本出したり、セミナーやったり撮影会やったりでね、ちょっとこう鉄道撮影っていう、ジャンルが確立してきてるのかなというところがあって、日本と台湾っていうところは鉄道写真というカテゴリーしっかり、確立、してるとは思うんですけど、その他の国に関してはね、ほとんどないんですよね。んで、あなた何の写真撮ってるのって、鉄道って言うと、まず、はって言われるんですよ。これはもう世界中どこでもそうですね。基本的にないものっていうふうに考えた方がいいのかなっていうふうに思います。ただね、これから世界に、どんどん出ていけるジャンルだと思ってますんで、そこら辺はね、くすぐれたらいいななんていうふうに、自分では思ってますね。そもそもね、やっぱり海外ではただの乗り物、ジャストビーコーみたいなこと言われるんですけど、確かにその通りなんですよね。例えば日本で言うとどうでしょうね、コピー機専門に撮ってる写真家とか言ったらね、それアートとか言っても全然イメージ湧かないじゃないですか。そんな感覚だと思うんですよ、多分ね。日本にいると分かんないですけどね。はい。でも本当にニューヨークで以前やっぱり写真展やった時もそういう風に言われたし、そのあたりの感覚っていうのはやっぱ思い知りますよね。だからこそ今回、写真持ち込んで、それで見ていただくことで、どんな融合が生まれるのかっていうね、そこら辺は自分でも楽しみにしてるし、今後どうなるかっていうのがね、必ず受け入れてもらえるような気がするんですよ。人がこう物を見てスッと入ってくるとか、感動するとかっていうのって、それまでのフィールドってあんま関係ないんですよね。ですんで、それを見る機会がなかったっていうものだと思うんで、そこら辺はね、ちょっと考えながらイメージして、写真のセレクトなんかもしてるはしてるんですけど、もうストレート勝負ですね。もうパワーで、いつものようにトリックを仕掛けつつ、しっかり写真展ができたら、おのずと結果はついてくるんじゃないかなっていうふうな気ではいます。はい。本当にね、すごく楽しみです。一番いい時期ですからね、本当に、クリスマス前、どうなるんでしょうね。僕も楽
楽しみです。はい、そんなわけで、とりあえずもう頑張ってまいりますんで、皆さん応援よろしくお願いします。あ、もう